石水くんは、日本の実業家、経営者、関東集大連市生まれ、戦後日本に引き上げ、広島県広島市、北海道深川市、札幌市で育つ。札幌市の製菓メーカーの石屋製菓の創業者である、石水幸康の長男にあたる。また、元北海道放送所属のアナウンサー山田康子は、義娘である、北海道札幌工業高等学校出身。 東洋大学経済学部経営学科を卒業後、1967年にジップ・ユキ雪スが経営する石屋製菓に入社。専務などを経て1980年に代表取締役社長に就任。若さと感性を生かして独自のマーケティングに着手。チョコレート菓子、白い恋人などのヒット商品を手掛け、石屋製菓を北海道を代表する菓子メーカーに育て上げた。 1995年には白い恋人パークチョコレートファクトリーを建設。北海道における観光名所の一つとなった。日本プロサッカーリーグの正会員クラブである北海道コンサドーレ札幌の発足にも深く関与し、北海道におけるサッカーブームの牽引役としても知られる。また、コンサドーレの運営会社である株式会社北海道フットボールクラブの 代表取締役を1997年から2005年まで務めた。北海道クラブユースサッカー連盟会長、札幌商工会議所副会長、札幌観光協会副会長などを歴任。サマータイム推進論者として知られ、2005年より札幌商工会議所が実施している、北海道サマータイムで温度をとっている。学生時代にボクシング選手だったことから、 北海道アマチュアボクシング連盟会長も務めている。2007年に発生した白い恋人賞未期限1ヶ月、先延ばし問題の責任を取って、隕石辞任。2009年9月に、石谷聖火の代表取締役より退き、取締役相談役に就任。2013年7月、石谷聖火の代表取締役会長に就任。ありがとうございます。